ハローどうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオギの浜です。現在、2023年8月23日水曜午前1時56分ですね。はい、今日は響きゆかりの滝先生の誕生日ですね。さあ、いよいよ最終回の時間がやってきました。君に届けセカンドシーズン12話ですね。長かったぜ。ちょっと後で調べます。いつから見たっけな、君に届け。はい、それでは、Dアニメストアですね。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。また、わけのわからないタイミングで広告入ってくるんで、申し訳ないんですけども、我慢しつつ、同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴していただいた後に、リアクションを確認いただけたらと思いますので、お願いします。いきます。3、2、1、スタート。真っ白、ページめくる。いつから見たっけ？一期からね、一期見始めたのが、一期は7月12日だから1ヶ月と11日か、今日で。で、2期を見始めたのがちょっと間空いて8月11日からか。うん、だからちゃんと1日1話ペースですね、ちゃんと。さあ、最終回は果たして泣けるのかどうなのか、大事な人。うわ、めちゃくちゃいいなこの絵。これ待ち受けにしたいな、これ。学祭後片付け。これは、彼氏の特権やと。黒沼の役に立つな、俺の特権。ほい、もう一個。なーに？そうやね、そら。ただ11話の最後の連中不穏やね。ああ、ピン。何やこれ。いやいや、しししお。お、ピン邪魔すな。お、でも聞こえるように言うなよこいつら。ほんま、5話6話ね、一気の。
そっちの気持ちはわかるかな。ああ、トールね、トールの。梅ね。ああ、いいね、ライバルでしょ、15は。うん？梅んとこ？梅んとこ、これ。うん。はい、千鶴最高です。けじめ。梅が静止するわな、こいつらを。めちゃくちゃかっこええな、梅。まったくや、ほんまに。グーの音も出ままな、こら。お、サーコか。おー、おお、うっす、うっす。あ、全員全員かい。
自分のこと言うとるな。あやねはほんまに高校生ですか？40ぐらいのどっかのおかみですか？これはまさかこの連中のシーンでジーンとくるとは思わなかったな。うっぜおおん言わんかったらかっこいいのに。鼻をほじるな。ほう、ええこと言うね。最初に告白するやつだけが本命と戦える。サバコは梅に一体何を言うんやろうね。言うてたな。よかったねとか言うんちゃう俺。これはジーンとくるな。
やばい、梅大好きやわ。ああ、ケントおったんかい。上で聞いてたってことやな。これ、梅とケントくっつかへんのかね、これ。最終回やばいなあ。あやねがやばい。ほう、そうやったんかい。マジか。なんか言ったらぶっ飛ばすつもりだって言ってたもんね。ああ、二人気にしようと。もうカップルやんこんなん。ウィーイあ、知ってたん？さらっと言い過ぎやろ。さらっと言い過ぎやろ、リュウ。いや、でさっき聞いてたけど、八神ライトとあまり見さないね。宮野真守さんと平野さんは。
終わりか。あ、特殊エンディングやな。デートや。むちゃむちゃ。ウイウイしい、よろしいおすな。プラネタリウムかな。ああ、親父から取り返したんこれ。チョコか。これ腐ってへん、大丈夫かこれ。あ、チョコは腐らへんか。おお。え、何ヶ月経ってんのこれ。仕事って。ゆっくり慣れていきなあれ。おーっと、風早くんが私と同じ気持ちを言ったで終わり。うわー、これで最終回か。ちょっと物足りひんな、まだまだみたいな。これ当然続きなんかないわな、これ。まあ、あるとしたら漫画か。いやもうね、最終回はとにかく梅よ。もう梅主人公やったね。最終回は最高やったな、梅が。とにかくね、まあだこうだ言う連中おるけれども、聞こえるように言うなっちゅうのほんまに。あとピンがうざい。ゴミ2人で捨てに行かせえよほんまに。まあまあまあ、それはええとしてよくはないけどね。あとはもう影の MVP は俺やアピールすな。あれせんかったらかっこいいんだけどな。まあせやけど、あの風早がありがとうございますって素直に言ってね、驚くピンよかったし、あとピンのセリフね、告白が一番最初にしたやつのなんて言ったっけ、特権って言ったか、2番目3番目は戦う権利すらないねんみたいなことを言うたしね。あとはもうその梅よね、あのゆかやったっけ、あの中学から風早好きやったかなんか知らんけどに対してね、正々堂々といかんかい的な、まあ自分がやったことをね、まあなんや、私と一緒で姑息やと思ったからとかね。でまあその後の綾音のセリフよね、何もせんかったから悔いが残ってんねやろうと。その通りなんやろうけどね。なあのゆか以外も全員が好きやったっていうのもおもろかったし、いやもうあやね、あやね、いや素晴らしかった。千鶴もね、で千鶴はもう己の体験談から完全にね、あの説得力のある言葉をやつらに放ったしね。いやもう全員良かったわ、とにかく。でやっぱ梅よね、一番良かったのは。うん、沢子ちゃんがいたから風早に気持ちを伝えられた、振られたけど沢子ちゃんがライバルで良かったと。最終回で梅推しになりそうだわこれ。あ、まあもちろん全員いいんですよね。まあ、あの千鶴綾音ももちろんいいし、
千鶴推しやったけど、ちょっと梅推しになりそうやわこれ。まあもちろん沢子推しじゃないんかって言ったらそうでもないですけどもね、もうやっぱもう、いや梅が一番いいかもしれない今ほんまに。でケントも実は、まあ、あの沢子を好きになりかけてたということだったね。どうなんかな、ちょっとコメント欄でいただいてましたけどね、梅が誰かと付き合うと、誰やろ全くわからへんわこれ。全く接点誰もないしな、あるとしたらケントぐらい。誰なんや、ほんで龍ね、さらっと、ああ地図あの好きやでと。でそんじゃち千鶴が今更知ってる言うたのもよかったね。あそこもくっついてくれ。これ続きはもうもちろん漫画しかないんですよね。気になるな、どうなっていくのか。ちょっと最後ちょっと終わり方がちょっとね、自分の中ではあのちょっと残念かな。残念ではないけど、うん、風早くんが私と同じことを言ったプーで終わったし、どこで終わっとんねん、せめてあと10秒くれ。次回予告文の10秒削ってから22分25秒か。まあまあでもなんかね、あのこの沢子というね、まあ、ちょっと一気でも言いましたけどもね、事情を知らない転校生がグイグイ来るのように、どう言うたらいいかなこれは。まあ見てくれてる人はいるんやなっていうね、ざっくり単純に。でその風早に関してはね、その入学式の時にもう道案内してくれたところから一目惚れしてたわけやもんね。だからまああの43になるおっさんが言うのもなんですけども、まだまだ人生捨てたもんじゃなくて、どっかで誰かが見てくれててね、あのこういう展開にあることは可能性はゼロじゃないんやなっていう風になんか思わせてくれた、そんな作品やったかなと。見てくれてる人はいるぞと。まあ、これ事情知らない転校生がぐいぐい同じこと言ってたかもしれませんけどね、まあそういうことを感じさせてもらえたかなと。で、まあ、その仲間っていいなってね改めて思った。もう とにかく千鶴と綾音がね、6話からここまでなっていくとはね、もう素晴らしかったね。くるみ、まあ梅もそうやけどね。はい、ということで、この辺で終わりたいと思います。以上、君に届けセカンドシーズン12話最終回でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分で自己紹介します。聞いてください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段、やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在、コロナの影響で約3年半仕事が全くございません。貯金と節約生活でなんとかやりくりしてます。そんな僕のですね、本業を知っていただきたいので、ぜひ説明文の URL をクリックしていただいて、本業のチャンネル登録、高評価、応援コメントなど、よろしくお願いいたします。はい、そして間もなく1年になります。深田恭子さんと出てるこの CM ですね、URL 貼ってますんで、まだ見ていない方はぜひ、動画で確認してみてください。はい、アニメのリアクション、その他もろもろいろいろスタートして、今日で1245日目ですけども、このチャンネル自体は2009年の4月からやってます。ゆえに再生率とめちゃくちゃ多いです。これもリアクションしてるやんっていうのがあるかもしれませんが、残念ながら2021年の8月18日より以前の、過去の2000本以上のリアクションの動画、自ら出て削除させられておりますんで、リストはあるものの中身がないもの多数存在しております。申し訳ございません。はい、まあそんな悲劇を乗り越えて、活動を続けてますんで、何卒応援のほどよろしくお願いいたします。以上、アニメリアクション職人ことマジラジオ芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。